あんだけ大きいカーブを投げるやつは中日にいなかったんですよ、うんうんうん、だからあのカーブをうまく使えばなんとかなる5回まで持つんじゃないかなという感じだったんです、うん、新一でどうですかって。早川さんの提案ですか。そうですね、提案というか守備に不安がなかったですからね、うん、そうですね、自分がピッチャーの立場で考えたら打てなくてもあいつは守れるから別に辛抱できるだろうっていう発想もありますよね。その選手たち5人みんなやっぱり今年の星野ドラゴンズに自分は参加できない、残されたってことでがっかりしてましたもん。ところがその時に大胆なこともずいぶんいろいろやってのけて、毎試合毎試合のスタメン見るのが楽しみでしたもん。あの例えばチームがこう下がってきた時に、調子が下がってきた時に、え、この人をこんな使い方するのか。それの一番の例がやっぱり近藤真一さんの あの巨人戦デビューということじゃなかったかと思うんですけど、そのあたりは早川さんあのお詳しいんじゃないでしょうか。そうですね、うん、明日誰やっていう話から、はい、もう誰もいないですねっていう話になったんですよそれで当時よそから来たあのトレードした森口だと なんかそういうピッチャーしかいないんですよ、じゃあこれ投げさせるんだったらあの新一でどうですかって。お前早川さんの提案ですか。そうですね、あそう提案というか、要するに新一でいいんじゃないですかって言ったら、お前高校生だぞって全国放送だぞって言われるそうです、厳しいだったんです。あそうですか、はい、それで話は終わりなんですよ。だからいろんなことをアドバイスしても、おそうやなって言う人じゃないです、うん、僕らには、うん、だから頭には入れたけどってそこで終わりです。それで次の日になんかあの新一呼んでなんか話してるなみたいな感じで、それで試合前に近藤っていう、それでああいう結果になりました。で帰りの車の中で、よかったですね監督って、たまたまやって絶対褒めることはないですからなるほどそれに2勝した時も、今日もよかったですねって、もう言わんでええわって言われて、ね、監督僕の提案聞いてくれましたね、ズバリ当たったでしょうって早川さんとしては言いたいですよね、うん、だからそういうあの僕は一回も今まで褒められたことないですよ。あそうですか。だから楽天に行って日本一になった時も、うん、則本という投手をスカウトで、はいはい、行ってすぐ取ったんですよ、はい、それでその子が軸で1年回ったんですよ。そうですね、はい、それで4月に行きました、5月に1ヶ月に1回彼と2人で仙台行くんですけど、おお、それで話が自分の孫のこととかお前のところの孫いくつになったとか野球の話一切なしですよ。それで初めて優勝して日本一になった時に、あいつがおらんかったら日本一になれんかったなって、そうですねって、それだけですよ。それがご褒美の言葉ですね、うん、もし早川さんが僕が取ったの見事だったでしょうって言ったらどう言いましたか。いやどうですかね、言えませんか。言えませんね、それはそうですか、はい、でも近藤真一さんの時にそれこそあの CBC テレビが中継だったんですけれど、僕あのベンチリポーター、それでヒーローインタビューもやったんですけれども、あの時にみんな言ってたのは、近藤真一全国ネットの巨人戦で、番組は7時から始まる当時で、試合開始が6時20分ですかね、当時7時のオンエアの時にはもう先発いないぞこれはそれが何のことはない、最後篠塚カーブでしたね。そうね、ボール臭かったのは最後、ね、篠塚選手はあれはボールだって言ってるらしいですけど、ね、あれはもうストライクですね、はい、見事でしたね。僕もねスコアブックをマネージャーでつけてました、ずっと、はい、きちっとね、うん、どう人乗らんだぞって言っちゃいかんしな、言ったら壊れる、でもみんな分かってるしな、うん、やったっていうのをねやっぱりよく覚えてますね。まあ、意外だったですね、僕らの試合前にしか分からないんで、で前もって聞いても、いやまだ分からんぞっていう状態だったですから、で聞いて、え近藤なんだと思ってオーダーを書いたのは覚えてます。なるほど。でキャッチャー多いし、うん、ついに近藤か、どんなピッチングするのかなというその興味津々の方が先で、うん、まさかまさかの結果でしたね。なるほど。あの時のベンチでどんな感じだったんですか、木村さん。
あの僕はねすごく勝手と思ったんですよ、うんうん、あんだけ大きいカーボン投げるやつは中日にいなかったんですよ、うんうん、だからあのカーボンうまく使えばなんとかなる5回まで持つじゃないかなという感じだったんです、うんうん、でもあんだけ勝てるとは思わなかったですね。あ、うん、5回ぐらいまではあのカーボンうまく使えばなんとか1点2点で抑えれるんじゃないかなと思ったんですね。よくジャイアンツもなんで打てなかったのかと言うと良かったと思うんだよね。でも向こうは何回も当たってないピッチャーだし、うん、分からなかったわけだ、どんなボールを投げるかっていうのはね、うん、だから僕自身はもう特別な思いがあったのは、要するに入団してきた時にお前こいつあの全部お前に任せるって言われたんですよ、星野さんに。あ、お前が教育係だ、はいはいはい、だからメニューにない例えばノックだと個人ノックだとか、うん、串間のあのブルペンの下に田んぼみたいなところで毎日ノックやったり、はい、それで誰もいなかったらこっちに投げさせてくださいよっていうぐらいの、なるほどなるほど、はい、誰かとこう見比べてこっちの方がいいですよって言われじゃなくて、あ、じゃあ早川さんとしてもなんかあのノーヒットノーラン達成の時は嬉しかったですね。そうですね、ねえ、星野さんの大胆な選手起用あるいは企画力とか、あ、それはありました ね、 ね、一番最初にびっくりしたのは辰巳に使ったことですよ。だからコーチがね、辰巳にあれ最初からショーツで使うのって誰も言わなかったよ、そんなこと。ほんとはウーヤンどうするのっていうことですわね。ダイヤモンドクラブだったんでしょうか、前年度。あ、そう誰が言ったのかな、うん、よく覚えてないけどさ、セカンドウーヤンも分かりましたってすぐ言ったんだよ ね。普通だったらなんでって言うはずだけどもね、それは言わなかったような気がする。いや、個人的に読んで説得しました。あ、やっぱり。あ、そうですか、はい、あ、その辺はもう出回しっていうか、ネタ文句言うな。いや、立浪さんで思い出すのはやっぱりあの星野さんって常にほらベンチで報道陣我々と話してくださったじゃないですか。あれも毎日毎日大変なことだろうと思うんですけれども、おい夏の甲子園でね、おい見たか、あの PL のショートすごいな、あいつあの守備をすごく買ってらしたのを思い出すんですけどね。ですからまあドラフト1位で取って、しかも高校生ながらいきなり開幕スタメンですかで使ったという、守備に不安がなかったですからね、うん、そうですよね。自分がピッチャーの立場で考えたら打てなくてもあいつは守れるから別に辛抱できるだろうっていう発想もありますよね。なるほどね。守備は出足良かったしね、はい、肩もスローイングも良かったし、ね、バッティングはねちょっと突っかかって打って、まあちょっとね、まだ非力だなっていう雰囲気ありましたけど、うん、でもあ、こういうの使うんだと思って、それでベロビーチですからね。そうですね、はい、あの思いっきりの良さというのか、なんか託す能力というか、うん、任せろと言ったら本当に任せきる人を見る目っていうのもすごかったんじゃないですか。すごいですね、すごいと眼力っていうかね、あの人柄を見抜く力は大きいですね、強いですね。なるほど、うん、性格を見抜いたり、はい、そこの性格を見ながらアプローチの仕方はみんな変えてますもんね。なるほど、それ指導者にとっても大切な要素の一つかもしれませんね。もう一人一人に対して違う、はい、対処の仕方を持ってるということです。なるほどね。あと今ベロビーチとおっしゃいましたけど、かつては巨人がもうあのキャンプを張ってたところで、これも対巨人に対する思いかもしれませんけど、奪い取って、いやもう本当分取ってやるという勢いだったですね。キャンプ地にしたんですね、はい、あれもすごいことですね。これもびっくりして、まあ、僕らは巨人がベロビーチっていうのはもう定着しましたから、はい、小さい頃からね、それをあそこでキャンプやるぞってふがキャンプ行くぞって、これね、ね、だそうだね、そうだそうだと仲良くなってね、まあ、しょっちゅう話しとったね、はい、だそうだとね、の総理練習に呼んだりで、うん、ね、ミーティングでコーチを呼んだり、そう、この人もすごい監督だった、ね、なんかラソーダ教室も向こうでやったみたいな、やりましたよね、みんなあの、うん、いろいろ指導を受けてっていう、はい、そう、いい悪いはどうでもいいんだと、中身なんかどうでもいいからもうとにかくやることやるっていう、その姿勢でいきましたね。そうですね、はい、だから星野監督の監督像というのはやっぱりラソーダの意見というのはすごく僕はあったと思いますね。あ、なるほど、ああ、うんうん、それともう一つはやっぱり明治大学のね、島川から本体の、はい、本体のこととラソーダのこと、この2つが星野の監督像を作ったようなことが僕はあるとそう思いますね。あとベルビーチと言いますと、あの
若手の5人を置いてきたというね、アメリカに残して。セーラムドジャースに前原と藤尾ですか、それからサラソタドジャース、ルーキーリーグの方に高山選手で、ベルビーチドジャースに西村と山本正、山本正、はい、で山本正が見事に開花するんですよね。そうなんですよ。もちろんあのアイク生原さんという素晴らしい指導者がそこにいたっていうのもあるんですけれども、生原さんとの接点でやっぱり大きく広がりましたもんね。そうですね、はい、山本はもう本当にあの生原さんには足を向けて眠れないというか、うん、恩義がやっぱりたくさんあるでしょう ね、うん、今やレジェンドとまで言われるような山本投手になりましたけどね。まさか50歳まで現役を続けるとは思えなかったですね、その新人の頃を見てると ね当時はもう本当に最初そうだよね、はい、もう5年目ですかね、5年目ぐらいだったんですよね。鳴かず飛ばずの全然もうファームでずっとほとんどいるっていうような選手だったんですけれども、うん、その選手を残して、はい、その時にね、はい、僕ねあの話があったんですよ。あれ誰を残すかということで、あ、はいはい、キヤ山本マサ今年使えるかあったんだ、いや、まあ、多分使えませんよって言ったら、じゃあ残せと言ったんです。そうなんです。使えない、僕は使えないと思いますよって言ったんです。ボールアップ遅いしさ、あんな打ちやすいピッチいなかったよ。俺に知ってみればレギュラーバッティングなんかあれ投げたらもうしょっちゅうヒットばっかりだもん。僕はあんま使えないと思いますよって、そうか、じゃあ置いておこうか、そんな話だよ。そうですね、だと思います。で西村がものすごく期待をされてて、そうそう、最初西村投手の方が期待が多かったんですよね。英才教育をするんだって言って、うん、あれはボール速かったからね、はい、うん、ところが一人では置いといたらダメだから、ホームシックになるから、うんうん、もう一人っていうのは名前が出てこなかった。そう誰でしょうかね、もう一人出ないのかっていう話になって、うんうん、そうそう、うん、で結局山本になったんですけど、その二人で帰ってきたら山本が一気にブレイクしたと、うん、そうですよね、はい、だそういうのも保証さんとしては自分の成功例としてね、うん、期待をかけた人があの必ずしも成功するわけではないと。でも山本みたいにのし上がってきた選手もいるわけで、やっぱりこういう経験は大事なんだなというのは改めて勉強になったんでしょう ね、うん、そうですね。だからその時の答えが、うん、なんで山本を置いていくんですかって、うん、ダメだったら自分で納得するだろうっていうのが答えですよ。星野さん、いや僕も一緒ですよ、これも使えませんよって俺言ったもん。だって僕が取材に行った時にその5人ね、あのアメリカの東海岸と西海岸、しかもフロリダの東海岸と西海岸に分かれてっていうような感じで、こうみんなルーキーリーグと 1A に分かれたんですけれども、その選手たち5人みんなやっぱり今年の星野ドラゴンズに自分は参加できない、ね、残されたってことでがっかりしてました。そうね、ところがその時にあのどんどん良くなっていって、はい、最初はねもう平屋、山本投手なんかは西村選手と一緒に2人でもう平屋の粗末なこう一軒家に2人住んでラーメンなんかすすってるような状態 で自転車で球場に行くんですよね。だから出世しろというね、そのハングリーな選手たちをみんな見て、そこであの気づくものもきっとあったんだろうと思うんですけれども、うん、そこからのし上がってあれという間にあの10勝10何勝としていく中で、試合 あのシーズンの途中に呼ばれて、はい、ついにあの5勝もしちゃうんですよね。そうです、日本に戻ってきて、9月に戻ってきて5勝したんですよ ね。やはり優勝のね貢献してくれたんですけど、そういうことですね、はい、だから5勝しても厳しかったじゃん。厳しかったです。あ、翌年また生かしたんですか。だからずっと厳しかった。10勝をまた山本雅人と賭けをして、で10勝できなかったらって3回ぐらいチャンスもらったんですけど、もうできなかったらまた生かせるとっていうことでできなかったんですよ。できなかったらその日に僕はチケットを持って行ったら、山本に用意してたんでしょうって山本に怒られましたけど、そんなことない。なるほどなるほど。それも7回ま で、あの勝っててリリーフを 今みたいに出してくれないんですよ。ああそれで最後にやられてみたいな、それが4回ぐらい。そうなんです。あ、そうです。そうです。もう今だったら7回投げて勝ってれば、もう、ね、次の人が投げて実証したっていうのがそこでひっくり返されて、あの立浪はもう3年目4年目ぐらいで自分のベンツ上げたんですよ。お、山本正はベンツお前なんか早いってずーっと10年ぐらいあれちっちゃな車乗ってましたよ。それの反動で今すごい車5台とかで持つようになスーパーカーね、スーパーカー持ってたりね、自分であの操ったり、あ、操るのもそうです。